フキサムによる、ハロー、ワールドプログラム。ファイルの中身には何も記述されてないが、このファイル名のファイルで実行が可能である。フキサムは2008年にヌコによって作られた、ジョーク向け難解プログラミング言語である。実用言語ではない。なお、フキサムという名前については、特に意味はなく、ただキーボードで打ちやすいというだけである。ファイル名をも、 コードとして解釈する特徴により、例バイトでのプログラミングを可能にするとして紹介されている。もともとはコードゴルフ用に設計された。本家ページにアクセスできなくなる2012年頃までは、本家ページで C により開発されたインタプリタが公開されていた。その後約6年間、そのインタプリタの入手が不可能となっていたが、2018年9月に、 作者のブログにおいて、オリジナルインタプリタのソースコードが再公開された。プキサムのプログラムは、二つのレジスターを持つ仮想機械で処理される。片方は整数型のスタック、もう片方は同じく整数型で、データを保持しているかどうかを区別し、ただ一つの値を保持する一時領域用のレジスターで、ある。プログラム起動時、どちらも空の状態で初期化される。 このプログラミング言語はファイル名をメインルーチン、ファイルの中身をサブルーチンとして解釈する。そのため最初はファイル名の最初の文字から順に実行される。ファイル名の最後まで実行、またはファイル名上の収支コマンド、D を実行した際にプログラムが終了される。この際ファイルの中身を処理するコマンドが ファイル名にない、または実行されないと、ファイルの中身は無視される。ファイル名上で、サブルーチン実行コマンド。E を実行すると新たな仮想機械が作成され、その機械上で、サブルーチンが実行される。この際、その機械のレジスタについて、サブルーチンの処理終了は終止コマンド。D が実行される場合、または、ファイルの中身を解釈し終えた場合に行われる。 サブルーチン終了時、前の仮想機械上でサブルーチン呼び出し元のルーチンを処理する。この際、呼び出されたサブルーチンを処理していた仮想機械についてコマンドである部分が解釈される際、それより前にコマンド以外の部分がある場合、その部分が文字列として解釈され、スタックに逆順にプッシュされる。例えばファイル名がハロー。 ワールド、フックスであるファイルでインタプリタを実行した場合は、コマンドである部分は、P の部分で、それより、前のハローワールドという部分が文字列として解釈され、スタックに DLROWOLLEH の順にプッシュされる。その後、P というコマンドは、スタックが空になるまでポップし、 ポップした値を文字として出力するため、結果として、ハロー、ワールドと出力される。なお、ッ u x の G もスタックにプッシュされるが、そのままプログラムが終了する。制御構造として、条件制御ループのみが使用できる。それらの内容は次の通りである。算術演算を行う5つのコマンドが利用可能で、それらは、ドル、乗用演算である。 どれも、スタック最上位2つのデータに関して行われ、結果が、スタックに、プッシュされる。このうち、減算、除算、乗与演算は、どちらが、上位にあるのかに関係なく、大きい値を小さい値で減算、除算、乗与演算する。また、ゼロ除算については明確な仕様がない。乱数を生成するコマンドとして、R が利用可能である。ハロー、r を出力するには、 ファイル名を、ハロー、ワールド、フックスとする。ファイルの中身は2意。このためファイルのサイズを0とすることも可能である。フィジバズを出力するには、ファイル名を、AK、a バ AK a AK4、a f i ズ AK2、マイナス1 P 05, Tab、P05、タブ、Z01、CM、CT05、WS01、M03、WSM なく、P00、 c c c a w o c f i z p 0 0 ccaw01, m03, w s a c b u z p 0 0 c c a w c f i s b u z p 0 0 camd2-02, a d p u t とする。ファイルの中身は任意である。プキサムのインタプリタはもともと、設計者のページで、プキサミエグゼとして公開されていた。 同ページのサイト消失後は新たなサイトでソースコードが配布されている。また、コードジェネレータ text に pxem.pl も配布されていた。こちらはテキストファイルをプキサムのコードファイルに変換するツールである。こちらも新たなサイトで配布されている。ありがとうございます。